南ヤモリは、爬中港有林木ヤモリカヤモリ族に分類される、トカゲ。中国、台湾、日本に分布する。日本国内の詳細な自然分布域は、九州南部、大隅諸島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、先島諸島であり、神奈川県、静岡県、三重県、和歌山県、高知県、八丈島、薬島、五島列島には、 移入個体群が定着している。全長10から13センチメートル。体は扁平で木の隙間等の狭い場所にも潜り込める。体色は灰色や褐色であるが、環境に応じて体色の濃淡を変化できる。全身が細かい鱗に覆われ、下流状の大型鱗がない。尾の基部に1体の大型のイボ状の鱗がある。獅子には指ごとに1体の科白板が発達し、 壁面にも張り付いて活動できる。九州から南西諸島に生息するヤモリ族は主に本種とされていたが、最近は未期採種としながら細分化する説が有力である。九州西部には西ヤモリ、宝島には宝ヤモリ、小宝島と奄美群島には奄美ヤモリ、沖縄諸島には本種に酷似した沖縄ヤモリが分布する。森林に生息する。 民家に生息することもある。少なくとも、日本では同書に分布するホーグロや森が、主に民家に生息するのに対し、本種は主に森林に生息して住み分けていると、考えられている。夜行性で、昼間は、木の隙間や軌道等で休む。驚くと、木の隙間等の狭い場所へ逃げ込む。食生は、動物食で、昆虫類や節足動物、爬虫類の幼体等を食べる。 繁殖形態は、男性で4から8月に1回に2個ずつの粘着質に覆われた卵を木の隙間等に産む。AB 南山森国立環境研究所、新入生物 DB。ありがとうございます。